はい、くてままるどうもれーまるです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ6月になりました。でれーまるね、ちょっとご報告というか、まあ心構えというか、あのちょっとね、やってる企画のことをね、報告させていただこうかなって思っております。れーまるね、まあ以前よりね、まあ髪の毛ちょっと切ったんですけども、まあ以前髪の毛自粛中で、あの散髪屋さんになかなか行ってないんですけども、まあ行けばいいんですけども、ちょっとね、まあいろいろやってみたいというか、まあ願掛けですね。令和の結構髪の毛に願掛けすることが多くて、女の子やったらこうロングの髪の毛がショートになったら、まあ失恋したんじゃないかとか、まあ気持ちの切り替えとか、そういうのあるじゃないですか。でそういうのを令和もなんかあってですね、例えばテスト期間とか受験シーズンとか、髪の毛切ったら髪の毛が落ちる、受験も落ちるみたいな願掛けをしてたんですよ。で高校入試、大学入試と、で今回の国家試験、加入試の国家試験の時も髪の毛は全く切らずにですね、過ごしてたんですよ、その期間っていうのは。で今回あの何が言いたいかって、欅坂って9枚目シングルが結構ね長い間で出てないじゃないですか。だから8枚目シングル黒い羊が2019年の2月かな。でそっからまあ約1年間CD 出てなくて、まあ、そろそろ1年半になろうかっていうところで、まあ CD 出るタイミングがあったかもしれないけど、まあコロナで、映画も延期になってて、まあいろいろね、時期が被って動き出す時に動き出せないっていう、こう、もどかしさもありながらも、今、欅坂46は存続し続けるんですけども、それにね、ちょっと願掛けしたくて、まあ自分が欅坂好きっていうので、まあこれ全然リスナーのみんなに何のメリットも、何のデメリットもないんですけど、これ今前髪をね、今ちょっと、これぐらい伸ばしてるんですよ。そこやったら長い目の方かな、前髪。今、一番長くて、まあ、鼻のてっぺんにちょっと差し掛かるあたりぐらいまで伸びてるんですよ。まあ、レイマルからしたらこの長さって、まあ、長い方なんですけども、9枚目シングルが出るまで、前髪の長さは絶対に変えないっていう願掛けをしたいなと思います。9枚目シングルが出たら、前髪の長さを切るっていうね。普段のレイマルは、目のこの間、ぐらいの長さでいつもね、髪の毛切ることが多いんですけど、もうこんなに伸びるのもね、なかなかないんですけど、後ろ髪とか切らせてください。前髪を伸ばしてる、髪の毛長いから切った方がいいんじゃないかってね、たまに言われるんですよ、たまに。なので、結構レイマル気持ち切り替えるときは髪の毛で切り替えするタイプなので、まあ、髪の毛のセットとか好きなんで、今はノーセットなんですけど、なんかそんな感じで、これからね、多分動画投稿するたびに前髪長いとかあると思うんですけども、まあ、そういうね、きっかけを作りたいなと思って、まあ、キャラクターが46が9枚目シングルが発売するときまで、前髪、髪の毛ね、伸ばし続ける企画をね、水面上でやっていきたいな。なので、リスナーが気にすることではないんですけども、勝手にレイマルやってるなって思ってくれたらいいなと思っております。はい、ということで本日はねこれだけの動画なんですけども、初見の方とか気になる方はね、チャンネル登録と高評価、コメントもねよろしくお願いいたします。ということで本日の動画以上です。バイバーイ。